本部の方から、はい、ぜひ今年はですね、はい、ランドプラスで出場依頼というのをしてますので、この辺もちょっとね、考えてもらってですね、はい、今後。はい、これジャジュアシックです。今日は久しぶりに、本当結構久しぶりですね、もうコラボ。そうですね、はい、どうも、久々です。はい、久々さんといえば、去年のジュラシックカップでボディビルで行こうということで、はいはい、まあ、今年はもう本腰入れてボディビルで行こうと、これからというところなんですけども、はいはい、まあ、去年ジュラシックカップで出てですね、大会自体の感想、はい、ボディビル出てみて、あと雰囲気、それから今後こういうことをもうちょっとやると面白いんじゃないかって、なんかそういうところを聞きたいなと。ジュラシックカップ自体の感想、はい、そうです。まず一つ思うのが、歴史が変わったなと僕の中で思ったんですね。もちろん日本選手権はありますけど、うん、それとは別に日本史上ボディビルであんなに盛り上がったことってないんじゃないですかね。もう全てのナチュラル側は当然として、向こう側の大会も含めて、うん、多分最大だったのでは。まあ、そうですね、はい、注目度で言えばもう本当に一番の高かったです、はい、最大同時接続が3万人とかで、もうそれこそ5000ぐらいですね、はい、他のスポーツとか下手したらそれよりも上みたいな、ものすごい量の方が見ていて、ボディビルって言ってもまあマイナースポーツじゃないですか。それでもここまでのこの注目度っていうのが感動しましたね。こんなになるんだと思って、ステージも最高で、僕出た時すごかった、歓声すごくて、はい、嬉しかったで、超嬉しかったいやでも本当にフィジークやってましたから、フィジークからボディビルに転向で、それなりにやっぱりフィジークにもプライド持ってやってましたから、ボディビル転向ってちょっと勇気がいることでもあったんです。だから出てきて最初の一発目、どないやねんってみんなに多分思われてる中で、どんな反応を来るのかなと思ってやった時に、わーってなって迎え入れてもらってる感じがして、気分ええなと思いました。まあ、あれやっぱ完成はフィジーク時代にはなかった、あんまなかった、そこまで。まあフィジークもわーなりますけど、ボディービルほど決めがないから、ボディービルのこのラットスクレートがグッて入れた時におーってなると思うんですけど、フィジークってこうスラッと立つから、そこまでこううわーって感じの驚きの声って出にくいと思うんですね。それがあって気持ちいいなと思って、こう、なるほど。YouTube で自分らのことを知ってもらった方たちも楽しみにしてる大会だし、もともとの根強いボディビルファンもだし、逆に JBBF の大会だけだと、この YouTube 側から入った人っていうのは多分そんなに見る人じゃないですけど、ジュラシックワールドの場合も両方から見ていただけるので、はい、まあ、そういうところで注目度もすごかったし。そうですね、もうめちゃくちゃありがたかったんです、本当。まあ、僕自身のステージもそうですし、グランドクラスの、うん、次はこの方もみたいな、あの演出も良かったし、僕はあのオープンで3位で負けちゃったんで、加トちゃんさんと一緒にモニター見てて、あ、そうですね、あのロビーでね、ロビーで勝手に見てて、チケットないから見てないで勝手に見てて、でオープンクラスの勝った桜原くん、僕らを任したわけだから、やっぱり桜庭くん応援してるんですよ。はい、桜庭くん出てきて、いけいけみたいな感じで、もう加藤さんとめっちゃ、で速攻で予選敗退して戻ってきた山崎京介も一緒にいて応援して、でファーストホールで桜庭くん呼ばれた時、もううわーってなって、いけいけいけってめっちゃ楽しかったんです。そういう盛り上がり、もうめちゃくちゃ良かったです。今あのグランドクラスの名前出ましたけどね、はい、この動画がですね、ちょっと意図がありましてですね、はい、今グランドクラスに出てほしい選手の人気投票みたいなやつですよ、はいはい、で今久野さん3位らしいんですよ。あ、3位、あ、そうですか。なので、はい、本部の方から、はい、ぜひ今年はですね、はい、グランドクラスで出場依頼っていうのがしてますので、この辺もちょっとね考えてもらってですね、はい、今後それぐらい気合い入れて、あ、ぜひ考えてほしいなと。なるほどなるほど、はいでもやっぱりやるからにはトップ選手と一回ちょっとこう並んでみたいってことですね。それはもうめっちゃ出たい。これもやっぱりジュラシックカップならではのできるわけなんで。そうですね。あそこにちょっとこう一歩挑戦していただいて。そうですね。上げてみたい、はい。
ただ個人的にはオープンクラス出たいです。結局負けたじゃないですか。リベンジしたいです。だから一番気持ちいいのがオープンで勝ってグランドクラスに出るのが一番気持ちいいし、オープンで3位ありがたい順位ですけど、うん、とはいえ負けたわけだから、負けた自分がグランドクラスに出るのもどうなのかなって気持ちもあったりするので、投票してもらってるのはめっちゃありがたい3位なんですね。でも1人グランドクラスちょっとレベルじゃない方もいましたよ、ね。はい、そんな人いましたっけ。それはどうですか。ああ、感想は。ああ、それあのですか。まあ、お下がりください。はいはい、有名なシーンを残した男ですけど、はい、別に彼が残したわけじゃないですか。あれもモニターで見てたんですよ、加藤さんと一緒に。腹ちぎれるほど笑いました、ね。そしてめちゃくちゃ笑ったし、山崎恭介ファーストコールで127番って出てきて、えっ、ー、ってなって、間違いじゃないとか言ってた。いや、でも僕は本当にあれ演出だと思って、はい、後から審査委員長に聞いたら、はい、いや本当に間違えちゃうんですって言って、ね、本当は多分そういうのされる方じゃないと思うんで、本当に間違えたんですね。持ってますね。でめちゃくちゃ笑ったと同時に、山崎恭介よかったな、なんかもうこれで、あ、こいつ多分今もう役割終わったと思ってるなってめちゃくちゃ美味しいです。あれ、僕の記憶確かだと、この間冬に会った時に、はい、今年はジュラシックカップだけ出るっていう、あ、そうなんですか、のことを言われてたんだと思うんですよね。はい、まあ、今なんかジムオープンしてね、あ、ちょっと忙しい。ああ、なるほどなと。あ、そういうことでね、はい、まあ、今年は本当にあのぜひよろしければ盛り上げ役も、はいはい、あ、もうぜひぜひもう呼んでいただけるんだったら、はい、もう絶対出たいです、はい、盛り上げましょう。はい、はい、ぜひぜひお願いします。もともとオープンクラスで出場させていただきたいなと思ってたんですね。だってなんでかっていうと、去年僕オープンクラスで3位だったわけです。伊坂さんと桜庭くんに負けてますので、まあ、負けた状態なのにグランドクラスに出るのはちょっとなっていうのが自分の心情としてあったんですよ。グランドクラスでどうですかっていう打診があった時に、いや、オープンクラスで出させていただきたいですっていうふうに一応申し上げたんですね。でも、まあ、こうしてグランドクラスで出場したらどうかというご提案いただいたわけですから、まあ、その分グランドクラスでがっつりいい体作って暴れられればいいのかなと思い直し、グランドクラスに出場させていただくということにしました。並びたいのは島田さん。島田さんもバランスいい体で、まあ、バランスいいというか、もう最高順位日本2位まで行ってる、まあ、トップ中のトップの方なんですけど、僕も上半身だけだったらフィジークで日本一を2回取った経験がありますし、まだまだもちろん及ばないんですけども、自分的にやっぱり体として見てて美しいなと思うのはやっぱり島田さんなんですよね。自分もそういった体を目指していきたいとも思っているので並んでみたいですね。勝ちたいのは結構椎名くんかな。なんでかっていうと、椎名選手すごいウエスト細いじゃないですか。僕ウエスト細いタイプなんですよ。肩幅も広くて逆三角形の体が作りやすいと思ってるんですね。で、去年のグランドクラスの椎名選手の活躍は本当すごくて、僕も今年のジュラシックカップはあの立ち位置に僕が入っていきたいなと思ってます。どうせやるんだったらです。やる前から負けること考えるバカいるかよっていうね、名言もありましたから、やるからにはあんな感じで大会をかき回したいって思ってます。椎名選手のウエストからの肩幅からの親指を前に側にして腕を前に出せるマスキュラー、あれ僕もすごく好きなポーズなので、あれで椎名選手と隣に並んで迫力で筋量で戦っていきたい、できたら勝ちたいと思ってます。今後のボディビルダーとして目指したいところ、これははっきり言うと日本選手権ファイナリストです。やるからにはそこを目指さないと面白くないと思ってます。フィジークで日本一に2回なることができて、次の目標、ボディビルっていうのはまた違う山を登らなきゃいけない。その中でやっぱりやるからには頂上を目指したい、日本選手権に出場しファイナリストになるっていうのが僕の目標というか夢ですね。でもいろんなことがうまくいけば、自分が思い描いてることを全部クリアできれば決して不可能な目標だとじゃないと思ってます。僕はボディビルの中では結構特殊な体だと自分で思ってるんですね。フィジークの超逆三角形を持ってるタイプで、そういったタイプの方って珍しいと思うんですけど、僕はその体の形をキープしたまま足を太くして超カットを入れたいと思ってトレーニング日夜しています。そのタイプの体をしっかり披露して評価してもらう、それが目標です。それができれば日本選手権の神のファイナリスト、そこに入れるんじゃないかなと思ってます。思ってるっていうか、そう自己暗示してトレーニングしてます。やるからには全力で、挑戦は常に楽しいし、挑戦は勝とうが負けようが常にいいもの、
ていうのが僕の座右の銘なんですね。思いっきりぶつかって砕けるのもめっちゃいいし、思いっきりぶつかって勝ったらさらに挑戦っていうのはめっちゃいいことと思って、ジュラシックカップ今年も挑戦します。胸の優勝はほぼ間違いなく僕だと思うんで、皆さん打撃あんま強くないですね。ちゃんとベンチやってるんですかそんな感じでトレーニングしっかり頑張ってやっていきます。去年は足のカットが入ればなとか、足のカットがしたのは惜しいな、散々コメント欄に書かれたその足がどれだけカット入ってるか、ぜひ楽しみにしててください。